それは長野県諏訪大社だった。私はたくさんの十氏族が日本に来ていると信じています。古代イスラエルの十氏族が諏訪に来たというのか。我々は諏訪大社を徹底調査。するとあの御柱祭に驚くべき秘密があった。この祭りと似ていることが古代イスラエルでも行われていました。御柱祭から浮かび上がった謎。さらに鹿の頭75頭分神に捧げて、聖書の記述と一致する奇祭御頭祭とは。古代イスラエルの聖地が諏訪に、今その謎が解き明かされる。諏訪の地は聖書の記述が数多く残る聖書の地なんです。追跡調査。日本のルーツは古代イスラエル。天下の記載に隠された古の暗号。全国6500もの諏訪神社の本社諏訪大社。その起源は古く、日本で最も古い神社の一つと言われている。この由緒正しき日本の神社が古代イスラエルと関係があるというのか。今回我々の調査に協力してくれたのは